グンケルのサインウーゴグンケルルアーは、チリの薬剤師、植物学者及び、サンティアゴデチレ大学教授、バルディビアに生まれた。1921年から、コンセプシオン大学で薬学を学び、学位を得た。タルカや、鉄道会社で薬剤師として働いた。コラルで薬局を開いた時代に、多くの植物標本を集め、1940年に、 アラウカーの博物館の館長になった。1943年に、チリ薬剤師会の初代会長となった。1946年に、林業学校の校長となった。植物学の研究を続け、新聞や科学雑誌に多くの記事を執筆した。チリ科学アカデミーの創立メンバーで、あとに12年間会長を務め、20年間にわたって、起用の編集。 執筆を続けた。ニーマイヤーとレイビースとニーバーセタリア、ニーベルシダットカッテオリカ、ナリス・デラ・アカデミアでシエアス・ナトラレスを編集した。1950年にサンティアゴに移り、大学の薬学部で植物学を教えた。教育大学、インスティトゥートーペデガージ・コ・デラ・ニーベルシダット・で地理でも1968年まで教えた。ガンクルは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ウーゴ・グンケルを示すのに使われる。ありがとうございます。